それでは伊藤環境大臣の閣僚記者会見を始めます。冒頭大臣からご発言はございませんので、早速質疑から入りたいと思います。質疑のある方は挙手いただきましたら指名しますので、社名とお名前を述べた上でご質問いただければと思います。まず冒頭幹事社の産経新聞の白岩さんの方からお願いいたします。幹事社を務めます産経新聞の白岩と言います。本日はよろしくお願いいたします。幹事社からは1点、昨日昨日ですね、有機フッ素化合物 PFOS および PFOA に関する、水質の目標値の専門家会合というのが開かれたと思うんですが、先月には内閣府の食品安全委員会のリスク評価というのも結果が出ましたが、この一連の動きを見ていると、この水質の目標値について、近く何らかの決定があるのではないかということが見込まれていますけれども、大臣はこの目標値の決定時期、これいつ頃までにというふうにお考えなのかということをお聞かせください。で、これに関連しまして、4月からは、水道行政の一部が厚生労働省から本省の方にも移管されることになっていると思いますけれども、仮にこの水質目標値の決定時期がですね、4月以降にずれ込むということになれば、この水道の目標値ということについて、基準についても、これ本省の方でお決めになるというふうに考えていいのか、この2点についてお聞かせください。よろしくお願いします。ちょっと時系列に沿って順番にご説明お答え申し上げたいと思います。今言及のあった専門家会議については、昨日厚生労働省の検討会と合同で開催して、食品安全委員会の評価を含む国内外の動向等について報告したところでございます。今回のその食品安全委員会の評価については、パブリックコメントを経て今後取りまとめられるというふうに承知しております。水質の目標値についてはその評価結果に加え、さまざまな観点から検討する必要があると考えております。このため現時点でといいますか、今日ですね、水質の目標値に関する結論を得る時期については、まだ予断を持ってお答えすることはできませんが、専門家の検討を引き続き進めていただきたいと思います。またご指摘のように、本年4月から水道の水質基準を担当する環境省が、水道事業を担当する国土交通省とも協議をしながら、検討を進めることになるというふうに考えてございます。それからちょっと今の答えとダブりますけれども、さらに申し上げれば、引き続き専門家会議において専門的科学的知見から検討をいただく必要がありますので、時期数値について、現時点で、具体的に予断を持っていくことはできないというふうに思います。幹事社からは以上です。はい。では北海道新聞、大野さんお願いします。北海道新聞の大野と申します。はい。ちょっと前回に引き続き在日米軍の PCB についてお伺いしたいんですけれども、はい、前回の閣議後会見の後で、はい、防衛省がですね、PCB の国内、米軍の、国内 PCB の国内処理について、改めてあらゆる選択肢を念頭に米側と協議するというふうに発言しました。であとですね、住民説明のについてはあくまでも環境省がやるべきものだというふうにも発言しております。この防衛省の姿勢についてですね、大臣 の受け止めをお聞かせください。多少前回 の記者会見の繰り返しになりますけれども、まず在日米軍の PCB 廃棄物および基地の返還や再編に伴い発生した、防衛省が処理責任を有する高濃度 PCB 廃棄物のいずれについてもジェスコの事務所で処理することはそう指定しておりません。防衛省の会見における発言は、仮に防衛省が処理責任を有する在日米軍由来の PCB 廃棄物が発生した場合についてあらゆる選択肢を念頭に政府全体で米側と協議を行っているという趣旨だというふうに私は理解しております。今般の要請についてもですね、在日米軍の PCB 廃棄物は含まれておりません。
室蘭市に搬入いたしません。まあ、その上で在日米軍の PCB 廃棄物については関係省庁で連携して米側と協議を行っており、まあ、様々な選択肢を検討する必要があるというふうに考えております。他いかがでしょうか。はい、林さん NHK お願いします。ごめんなさい、失礼します。NHK 林と申します。はい、今の PCB の関係で、はい、確認も含めてなんですけれども、今おっしゃっていた、米軍防衛省が、処理責任を負う米軍のものを、ジェスコの施設が処理することは今、想定していないっていうのは、今般のその西日本からの持ち込みの中に米軍基地由来のものがないっていうことをおっしゃっているということでいいんでしょうか。まずそれは明確に申し上げていると思います。過去の事例があったと思うんですけれども、はいはい、それこそ米軍の PCB を防衛省が引き取って、はい、それがジェスコの施設で処理するっていうことは過去にも実際実施したことがあったということなんですけど、はい、今後将来的にそういう事案が出てくるっていうことを環境省として一律否定しているものではないということで、まあ、仮定の質問にはちょっとお答えしづらいんですけれども、現時点でそういうことは想定していないということです。過去にそういうことがあったということはお聞きしております。まあ、繰り返しになってあれですけれども、まあ、防衛省が責任を有する PCB 廃棄物については、まず防衛省において適正に保管していただくというふうに考えております。まあ、その上で処理については政府全体において検討していくということだと思います。はい、他よろしいでしょうか。では清水さんお願いします。エネルギージャーナリストの清水です。はい、どうも、ね、ちょっと一点、その晩もう審議に入っているエネルギー基本計画と、はい、気候変動対策、はい、環境省の、はい、について伺いたいんですが、はい、どうでしょうか。その、G7 とか先進国あるいはその G20 なんかでも日本の、ね、化石燃料の脱退というか化石燃料から卒業する時期がいつかというのは結構その国際的にも注目されているテーマだと思うんですが、今度のエネルギー基本計画で、まあ、どっちが先に検討するかあるいはっていう話は別としてね、やっぱり日本としてそのいつ化石燃料から石炭火力も含めて脱退する時期というのは、まあ、提示する国際的にも提示する責務があるんじゃないかと思うんですが、まずその辺どうお考えか伺いたいんです。COP28 においてですね、まあ、いろいろなことがデシジョンで示されましたけれども、脱退という言葉は使われてないと思います。トランジションアウェイでございまして、これは定訳は移行であります。ただそれゼロにするということは言ってないんですね。ですから日本としてはもちろん二酸化炭素の削減をですね、パリ協定の目標に合う形で既に削減しておりますけれども、まあ、その中 の, いくつかのこととして、その化石燃料をなるだけ減らす、また化石燃料を使うにしてもですね、 CCS、CCUS あるいはアンモニア水素の混焼によって温室効果ガスの排出を減らすという方法を取っておりますので、こういう問題はその01の問題ではなくてですね、その時点その時点の科学技術の進展あるいは世界の状況気候変動の進展、そういったものを総合的に勘案して日本として取り入るベストのチョイスをしていくべきというふうに考えております。もちろんなるだけ再生エネルギーを増やした方がいいわけですし、原子力についても諸意見がありますけれども、安全なものは稼働するというその3つの中で
考えていくということだろうと思いますし、その化石燃料を使うにしてもなるだけ CO2 を出さない技術というのはどんどん今あの進展中でもありますので、まあ、そこも含めて日本が地球環境の気候変動に対して責任を持って、行動を取るということを進めてまいりたいと思うし、必ずしも私のは COP28 に出た印象ではですね、日本がその化石燃料を使うことに対して非難が出たという印象は私自身はそんなに持っておりません。あのそれは世界196の国あの使ってますので、日本以上に使っている国がたくさんあります。まあ、そこも含めて日本は技術協力をしてですね、あの使っている国に対しても CO2 が出ないような技術を供与すると、このことも行っております。当時あのご説明はよくわかるんですが、ただ先進国の中ではね、はい、例えば G7 とか、はい、そういう中ではやっぱり、石炭火力の時期をどうするか、そのトランジションも含めてね、石炭火力のいわば解消というか、それはやっぱりかなり途上国や何かの影響に与えることでが大きいと思うんですよね。まあ、だからそこはそのむしろ石炭を使う業界からとっても一体いつまでダメで、かつ代替技術としていつまでやるべきかというのはね、非常にやっぱり国が示す必要があると思うんですけども、まあ、それはそういうことも含めて環境省がエネルギー基本計画を策定するときに、これは経産省ですけども、環境省はやっぱり気候変動の観点からエネルギーの使い方利用のその電源構成というか、そういうのをやっぱりやるべきじゃないか、作るべきじゃないかと思うんですが、で今ちょうど環境基本計画の作成作業を1年かぐらいかけてやってますよね。だからそのエネルギー基本計画じゃなくて温暖化対策の観点からのやっぱりそのエネルギーのバランスはこうあるべきだと、あるいはエネルギーの使い方はこうあるべきだというのを出すべきじゃないですかね、と伊藤大臣のリーダーシップを発揮してほしいなと思います。まあ、おっしゃるとおり、あの環境省と経済産業省はあの連携してですね、やっぱりエネルギーの安定供給と環境問題が両立する形で、あの政府に至るのって政策を進めておりますし、もう私にあのなんかリーダーシップを大変控えしておりますが、私は私なりにあのできる限りあの環境省の立場からですね、その2つの目的が達成できるように、努力しているところでございます。はい、他よろしい、あ、じゃあ矢野さん、あの共同通信の矢野さんお願いします。あの共同通信の矢野です。よろしくお願いします。あの COP28 私も現地行ったんですが、はい、大臣あの取材させていただきますけど、はいはい、どういった場面で日本の化石燃料使用に対して批判はそれほど強くないというふうに感じられたのかちょっと伺えればと思うんですけど、というよりは私が、まあ、あの20ぐらいの媒介団、それからまあ20近くの閣僚区のいろいろな正式非公式の会談に出ますけれども、どの会談でもあの少なくとも私自身に対してですね、日本が化石燃料を使っていることに対する批判はありませんでした。一度もありませんでした。ということでございます。はい、よろしいでしょうか。では本日の会見は以上させていただきます。はいはい、皆様ありがとうございました。はい。